岩田聖は全国144位だが、埼玉県では106位、静岡県では124位を占めている。静岡県南西部に、現在も岩田郡や岩田市があるが、されきそうかなる岩田原の第一末端にあたる。岩田は岩地に、ゆかりがあろう。地名は、日立和か武蔵美さ尾張紀伊河内他に見える。 武蔵国秩父軍岩田村発祥は武蔵七島の一つ担当の流れ。田日武平、白鳥幸夫先生、岩田正弘で、この七郎正弘が源の頼朝に仕えた。正弘の弟の正成が井戸、羽栗氏の祖。正弘の子孫は秩父地方に所要を持っていたが、戦国期は武田氏や小田原北条氏に仕え、滅亡後は、 埼玉県や群馬県に機能している。宇前国村山郡を領した岩田氏は、大江支流の大江広本の後衛で、佐賀江城主、大江正宏が、岩田三郎と称した。この家という徳川旗元岩田家があり、丸に一文字三寸門を使う。足名が、ガ家受けに仕えた、藍津岩田家の先祖は、官務兵士三浦流で、新宮寺連の伊藤総連が、 山国岩田の地名にちなんで岩田を称したのが、始まりと伝えている。その他東国では、日立国にいはり岩田から起こり、道地岩田城主で、小田氏の家臣となった岩田彦六の名が見える。岩田城は、現在の土浦次第岩田で、今も堀り跡が残っている。西日本では、木の国西室郡岩田村の発祥が、 熊野別島の一族であり、道長郡の旧家岩田家の祖先は、大江正房の末裔で北朝に属し、さらに、大阪の陣の後移住したものという。秋国山形郡岩田、筑後国五玄郡岩田に、関元聖という中世豪族岩田氏があり、山陰には、縄氏族の岩田氏もある。近世大名の藩士では、山形水藩、加賀藩、津山藩、徳島藩、 島原松平半島に岩田市がある。ありがとうございます。